2022年多摩モノレールの多摩センター駅から町田駅までの区間、通称多摩モノレール町田延伸ルートが公表され、いよいよ次のステップとなる工事着工に向けた動きが始まっています。今回示された決定ルートは、今後調整こそ待っているものの、大まかに多摩モノレール町田延伸の計画ルートが決まったことを意味しており、モノレール導入空間となるベース道路の工事が急がれます。とはいうものの、この多摩モノレールの延伸事業、あくまで整備主体は東京都。今後ルート上のベース地域となる町田市、そして町田市民の皆さんが声を上げていかない限り、この計画はこれ以上は前には進んでいかない状況でもあります。今現在、地元の町田商工会議所が主体となってモノレール延伸早期実現についての署名活動を実施されている最中ですが、まずは初段、この結果がどのように出るかが町田市域にとっては1段目のハードルとなりそうです。9月18日のゼルビア VS ベルギーの試合時には町田祇園スタジアムにおいても署名活動を実施されるそうです。天空の城のずたは現状、公共交通機関移動の利便性が決して良い状況ではありません。当室でも以前観戦に伺いましたが、ピストンバスこそ出していただいているものの、最寄りの鉄道駅からはそれなりの時間を有し、同様に試合終了後も観戦後の観客の移動も相まって相当に時間を有します。モノレールができれば町田駅や多摩センター、立川からもモノレールで直行できるようになります。先日示されたモノレール延伸ルートでは、町田祇園スタジアムのすぐそばに駅の配置が計画されていて、試合の観戦も随分どころか相当に楽になるものと予想されます。多摩モノレールで使用している営業車両線形は1編成の定員が415人。一般的な路線バスでは同様に立ち席の50名を含めても1車両80名強前後の定員となることが一般的です。つまり従来のバスでの輸送に比べ、モノレールではおよそ5倍の人間を一気に運んでしまうことができるわけです。さらに現在多摩モノレールでは全区間においておおむね10分間隔で運行しており、1時間あたりの片方向輸送人員は2500人、多摩センター方向を加味すると1時間あたりの輸送人員は5000人前後となります。ダイヤ上はということになりますが、ラッシュ時は5分から7分間隔で運行されており、また臨時列車を設けることも可能なシステムとなっていますので、観客数や混雑状況に対応した柔軟な運用が期待されます。従来通り鶴川駅などからのバス利用者の分散も考慮すると、町田祇園スタジアムへの行き来は相当に楽になりますね。FC 町田ゼルビアファンの移動に目が行きがちですが、アウェーチーム側のサポーターが町田祇園スタジアムまで来やすくなることを考えれば、ゼルビア、そしてゼルビアサポーターがトータルで受けるメリットは数字では測ることができないほど大きいものとなりそうです。さて、モノレール導入空間となりうるベース道路の工事の最新の進捗を踏まえつつ、多摩モノレール町田延伸決定ルートをGoogle Earth で見ていきましょう。多摩モノレール町田延伸決定ルートの起点は、従来の構想通り JR や小田急線が乗り入れている町田駅から、画像の位置に多摩モノレール町田駅が配置されると推定されます。なお町田駅の配置位置については、駅周辺の総合的な開発計画にのっとった配置が妥当であることから、今後さらに具体的な位置が検討されていくものと推定されます。町田駅を出た多摩モノレール町田延伸ルートは、画像に映る原町田大通りを北東に進み、芹ヶ谷公園に到達します。この原町田大通り、都市計画自体は芹ヶ谷公園まで続いているものの、現在は原町田5丁目交差点でストップしていますが、この原町田5丁目交差点より芹ヶ谷公園までの区間についても工事の着工が実施されることが決まりました。
芹ヶ谷公園駅を出た多摩モノレール延伸ルートは、さらに将来的に設置される都市計画道路町田36号線を伝い、北西方向に進路を変えます。この付近についても町田市が主体となった先行用地取得が実施されており、直近の2021年12月20日には多摩モノレール町田延伸導入区間となる町田3、3、36号相原鶴間線高坂一期区間の事業認可が発表され、この事業期間は2030年までとなることが示されました。多摩モノレール町田延伸ルートは3町田朝日体育館を過ぎたあたりで向きを左手に変え、町田市民球場の裏手を進んでいきます。先ほど説明した事業認可区間はこの先の町田市民病院付近までが該当。画像中央の京和キリン東京リサーチパーク付近では左手に空き地のように見える部分がありますが、これは都市計画道路の設置を見越して開けられた箇所となっています。さて、画像には町田市民病院が見えてきました。多摩モノレールの町田延伸時にはこの町田市民病院近傍に駅が設置されるものと推定されます。この町田市民病院近くでは将来的にモノレールの導入区間となるベース道路町田3、3、36号線の建設が真っ最中。市民病院およびこの先の木曽団地南交差点までのおよそ900メートルの区間が対象で、いよいよ来年2023年にこの区間が開通します。多摩モノレール町田延伸ルート上のベース道路としては今現在工事最前線部分と位置づけられ、この区間の工事が完了するといよいよこの手前の区間の整備に着手していくという流れになります。多摩モノレール町田延伸ルートでは導入に際し必要となる道路が完成していないという点が進捗を遅らせているとも言われてきたわけですが、ここに来ていよいよ前進してきた印象です。多摩モノレール延伸整備事業では今現在北側の終点である上北台から箱根ヶ崎までの区間について具体的な検討が行われている真っ最中。官民が力を合わせ署名活動をはじめとする多くの推進活動を展開してきたこと、また導入のベースとなる道路整備が進んでいたことから事実上の延伸決定につながったといえます。いかに市民が望んでいるかということが決定の重要事項であるかが分かる一つの例となっています。さて、町田市民病院から先はすでにベースとなる道路が完成しています。画像付近周辺は木曽団地や山崎団地などの大規模な団地が立ち並んでいて、この団地を利用する方々にとっても駅周辺や多摩センター立川等へ出やすくなると言えます。ここから先の道路は中央分離帯が広く配置されており、モノレールの導入を見越した設計となっているということが言えるでしょう。ここから先モノレール延伸ルートは曲掛交差点を越え、さらに北西方向へ桜美林大学付近に至ります。この付近では桜美林大学最寄り駅が配置され、ルートはここで北側方向へ右折、桜台通りに入ります。この付近では小山田桜台団地の前を通り、さらにこの先の交差点で再度右折、155号線に入ります。沿線には日本大学第三中学校高等学校が配置されており、桜美林大学と合わせて学校関連施設が多く配置される区間といえそうです。モノレールルートは逗子大橋交差点より曲掛交差点から北上してくる57号線で左折。57号線は現在都市計画道路整備の下中にある路線で、多くの区間ですでに用地取得が進められている路線です。この先に位置する並木交差点で156線へ、ここから東阪区間に入ります。ゼルビアのホームスタジアム町田祇園スタジアムを目指し駆け上がります。156号線を上り切ると町田祇園スタジアム奥手には野津田球場等も配置される
野塚公園前へ。動画冒頭で紹介したように、この周辺に町田祇園スタジアム駅が配置されると推定されます。町田祇園スタジアムではビジターサポーターズ側、大型ビジョン側にモノレール駅が配置されるイメージとなります。町田祇園スタジアム近傍を通過したモノレール延伸ルートは、この先の小野神社前交差点手前で左折、現状整備されていない新たな都市計画道路上に帰属し、多摩センター方向を目指し進んでいきます。多摩南野で尾根間とクロスし、すでに6車線道路として、そしてモノレール導入用にスペースが確保されている通称多摩モノレール通りを伝い、現行多摩モノレールの南側の終点である多摩センターにつながると、ここまでが多摩モノレール町田延伸決定ルートの全体感となります。ここから先の紹介は割愛しますが、この先多摩モノレールは立川、立飛、多摩川上水を経由し、北側の終点である上北台までおよそ 16km の距離で運行されています。なお鉄道路線としては、立川では中央線、多摩川上水では西武拝島線に接続します。さて、ここまで本年決定ルートが公表された新生多摩モノレール町田延伸ルートを見てきました。町田市においてもモノレール整備に関する推進室が設置され、地域商工会議所でも延伸に向けた機運醸成活動が行われるなど、官民による延伸推進活動が活発化しています。これに対する東京都の対応を含め、今後の展開が非常に楽しみな状況となっています。それでは引き続きベース道路の工事進捗状況を含めて継続的に動画で配信していきます。引き続きお付き合いいただけると幸いです。それではさようなら。